葵、中村庵、16年前の事件再調査、資料なくなっていると気づく、約束。女優の中村庵、スーパーエイトの横山ひろしが出演する、読売テレビ、日本テレビ系ドラマ、約束から16年目の真実。毎週木曜23時59分第3話が、今日25日に放送される。中村庵、横山ひろし、約束から16年目の真実。今作は、連続殺人犯となった父の無実を信じて、刑事となった主人公が、16年ぶりに故郷に戻ってきた途端、ある失踪事件が起きるところから始まるオリジナルの、心理サスペンスドラマ。16年前の連続殺人について再度調べることになった葵、中村は、父、安を、長谷川朝春の容疑を裏付ける重要な証言に関する資料がなくなっていることに気づく。かつて思いを寄せた同級生であり、事件の被害者遺族でもある不破の狙いとは。鍵を握る映画シナリオの存在、二人だけの秘密の暗号の存在。選択の先にあるものは、葵と高坂、横山がたどり着いた一つの真実とは。編集部メモ、第3話あらすじ。葵、中村庵は、梅崎若菜、ムカサト優子を殺害の真相と、16年前の連続殺人犯は自分だと自供した、不破、細田義彦の真意を考える。捜査第一係が逃走した不破を追う中、不破が自供した様子を撮影した動画が、ネットで拡散される。持ち屋署には、不破の告白の真偽を確かめようとするマスコミが殺到。葵は報道陣に対して16年前の事件を調べ直すと独断で宣言する。葵の暴走に高坂、横山ひろしら捜査第一係の面々は反発。葵は一条、岡部隆に16年前の事件を調べたいと訴え、一条はそれを許可する。葵が当時の捜査資料を調べる一方、高坂は監視カメラで葵の動きを警戒し見張っていた。葵は16年前の事件で逮捕された父、安を長谷川朝春の容疑を裏付ける重要な証言に関する資料がなくなっていることに気づく。不破の逃亡に協力していた天草、森永由紀から木崎、坪倉義行と夏目、樋口康平が事情聴取を行うも共犯を否定。葵と高坂は若菜がよく通っていたバーを訪ねる。バーの店主の話によると、不破と若菜がよく一緒に店を訪れていたと判明。さらに、不破が若菜に妹は俺が殺したと話していたことを知る葵と高坂。それでも、不破の犯行とは思えない葵。葵の推理を聞いた高坂は思いがけないことを告げる。